ホリデー快速鎌倉とは、武蔵野線南越谷駅東海道線、横浜駅横須賀線鎌倉駅間で運行されている東日本旅客鉄道の臨時快速列車、ホリデー快速の一つである。おおむね通年の土休日を中心に運行される。なお、本港ではかつて運転された各路線からの鎌倉方面への臨時列車についても記載する。ホリデー快速鎌倉号は、 南越谷駅鎌倉駅間を武蔵野線、東海道本線、横須賀線経由で結ぶ多客機臨時列車である。1990年の運行開始以来、おおむね通年の度休日に運転されている。定期旅客列車の運行されない貨物専用路線を経由することや乗車券と指定席券のみで乗車できるのが特徴である。運行開始当初は、 東北本線小山駅発着であったが、1993年周期から大宮駅発着に変更され、2011年冬季から南越谷駅発着に変更され、鶴見駅北は武蔵野線内運用となった。南越谷発着列車の横座ボ現在運行されているホリデー快速鎌倉の停車駅は以下の通り、1990年から1993年の 間、宇都宮線小山駅と鎌倉駅間で運行された、ホリデー快速鎌倉の停車駅は以下の通り。1993年春季以降、大宮駅鎌倉駅間の運行に短縮された。2001年には、ホリデー快速鎌倉が再び小山駅発着で運行されたが、この時は宇都宮線内も快速運転となった。停車駅は以下の通り。 1996年には、前年のダイヤ改正で新設された、宇都宮線の新特急おはようと、地ギ2号の運転区間を延長する形で、宇都宮駅と鎌倉駅の間に特急おはようと地議、地ギ鎌倉が運行された。鎌倉駅のみで、宇都宮駅は運行されなかった。停車駅は以下の通り。使用車両は、おはようと、 122号と同じ玉地電車区の185系7号、編成。ホリデ快速時は鎌倉号。車両は167系アコモ改善車。勝田駅、鳥出駅鎌倉駅間を、常磐線、山手貨物線、東海道本線、横須賀線経由で運行していた、臨時快速列車。常磐線貨物支線を経由し、田端奏車場でスイッチバックをして、 山手貨物線に入った。特に運転開始当初は、田端操車場での停車時間が長く、取手行きは約45分も停車していた。湘南新宿ライン開通以降、山手貨物線の容量が逼迫したため、設定されなくなり、常磐線内と横浜、鎌倉方面を結ぶ列車はぶらり、鎌倉号に引き継がれた。なお、 常磐線三河島駅田端駅間は JR 東日本の営業記路が設定されているにもかかわらず大都市近郊区間に含まれていないが経路を指定した専用の乗車券が発売された記録はなく運賃は事実上日暮里駅経由で計算された停車駅使用車両はじめは幕張電車区の165プラス169系6両2番目は 田町電車区の167系アコも改善車8両、次は勝田電車区の415系7両、最終設定時は再び、田町電車区の167系が使用された。2004年から2005年の多客機には、宇都宮駅と鎌倉駅間に、全車指定席の多客機臨時快速鎌倉物語が189、経営、あやの編成で運行された。鎌倉物語は、 夏季と冬季で異なる経路で運行された。冬季の経路及び停車駅は以下の通り。2004年春季夏季は新宿経由での運行となった。停車駅は以下の通り。1995年より2001年周期まで、卓客機に高崎線高崎駅と鎌倉駅間で運行されたホリデー快速鎌倉路及び快速湘南ビーチの停車駅は以下の通り。 1997年以降は名称をホリデー快速赤城鎌倉に変更し、またその後運行区間を伊勢崎駅発着に延長している。新前橋電車区の169系給料で運行され、一部座席が指定席であった。ぶらり鎌倉号でかつて使用されていた485系計6 0編成ぶらりお座敷鎌倉号で使用される。 485系、リゾートエクスプレス U 編成岩木駅、鎌倉駅間を、常磐線、武蔵野線、東海道本線、横須賀線経由で運行されていた、臨時急行列車。毎年、鎌倉市周辺の紫陽花などの見頃である6月から7月上旬、及び紅葉シーズンの11月から12月、及び、鶴岡八幡宮の初詣シーズンである1月の、土曜日、 日曜日宿日に運行されていた。ただしたの時期でも運行されることがあった。また、時期によっては、ぶらり、お座敷鎌倉号が運転されることもあった。なお、11月と1月には、同じ車両で、ぶらり、高尾山作号も運行されていたため、その場合は当列車は運休となった。2015年3月14日の、上野東京ライン開業に伴い、ぶらり、横浜、 鎌倉号へ移行することになり、2014年11月の鎌倉の紅葉時期の運転が最後となった。なお、ぶらり、お座敷鎌倉号については、2015年1月の鶴岡八幡宮初詣シーズンの運転が最後となった。また、武蔵野線内と横浜、鎌倉方面を結ぶ列車は、ホリデー快速鎌倉号に引き継がれることとなった。停車駅運行開始時点では、 柏駅にも停車していたが、フレッシュ、日立との五条防止のため開始して、早々に通過駅となった。しかし、2013年以降は、フレッシュ日立が、基本的に e 6 5 7系での運行に変わったこともあり、2014年からは、柏駅停車が復活した。2007年3月18日電夜改正で、南越谷駅、南浦和駅、 北朝霞駅も通過に変更された。他にも名中曽駅、中央駅に停車していたこともあった。さらに2010年の途中から、鳥出駅、阿鼻子駅も通過駅に変更されている。2012年6月からは、東所沢駅、西国分寺駅も通過に変更されたため、武蔵野線内の停車駅は新秋津駅のみとなった。しかし、 2014年の柏駅停車復活に合わせ、新たに南流山駅にも停車するようになった。当初は自由席が1両設定されていたが、それ以降は全席指定席となった。使用車両2014年11月以降は、勝田車両センター所属の651系が使用されていた。当初は E653 系7両編成を使用していたが、後に、 勝田所属の4 8 5系6両編成に変更された。2013年6月からは e 6 5 3系7両編成が再び使用されていた。e 6 5 3系での運転は特急、稲穂への転用が進められていたため、2014年6月が最後となった。なお、4 8 5系での運行時には、画像にもあるように、ぶらり。 鎌倉号専用のヘッドマークが備えられていた。ブラりお座敷鎌倉号は、同センター所属の485系お座敷、列車編成、リゾートエクスプレス U が重当された。ブラり鎌倉号の運転開始と同時に運転開始した、岩木駅鎌倉駅間を、常磐線、武蔵野線、東海道本線、根岸線、横須賀線経由で運行していた、臨時急行列車。 鶴見東高島桜木長官の東海道本線貨物支線を経由する数少ない営業列車であった。横浜港開港150周年として運転された2009年7月を最後に運転されていない。停車駅使用車両ぶらり、鎌倉号と同様に E653 系や485系が使用されていた。 上野東京ラインの開業以降である2015年4月5日に運行を開始した。前日のぶらり、鎌倉号では鎌倉の観光シーズンに合わせた運転であったが、列車名に横浜がついたこともあり、鎌倉の観光シーズンにとらわれず他の時期にも運行されることになった。停車駅武蔵野線経由から上野東京ライン経由への変更に伴い、新たに上野駅、東京駅、 品川駅に停車する。常磐線の特急を含む定期列車は品川駅止まりのため、品川駅以南も運行する列車は、上野東京ラインが開業した2015年春季では、当列車と阿鼻子駅始発の臨時、踊り子のみである。武蔵野線を経由しないため、南流山駅、新秋津駅は停車駅から外れている。 上野東京ライン経由のため速達化されており、2014年11月運行の、ぶらり、鎌倉号と比較し、岩木駅発鎌倉駅行きが37分、鎌倉駅発岩木駅行きが56分、短縮されている。なお、春季初秋にかけての運転は、岩木駅柏駅間については、ぶらり、鎌倉号と比較して、ダイヤの変更はないため、単純に、横浜、 鎌倉での滞在時間が90分強増えることになる。晩秋引く陶については、日没前後の16時50分に鎌倉駅を発車するため早まる。よって、袋ではダイヤが異なるため、例えば、上野駅の停車時間が異なり、春季、夏季シーズンでは6分に対して、秋季、冬季シーズンでは1分である。そのため、鎌倉駅岩き駅の所要時間は、 前車が4時間11分に対して、後車が3時間48分と差があった。しかし、2017年10月ダイヤ改正で、鎌倉駅の発車が16時22分に繰り上がり、上野駅の停車時間が1分に変更とともに2018年の春季夏季シーズンも、先のダイヤに統一された。前身の、ぶラり、鎌倉号より、岩木駅発着で、急行列車として、 運転を行っていたが、2017年6月の運行をもって、岩木駅、日立駅間の運行を廃止し、日立駅発着に変更となり、2018年4月の運行から、快速列車に格下げされ、それに合わせ、新たに、鳥出駅、松戸駅、北千住駅が、停車駅に追加された。これにより、同じく、常磐線の臨時列車である、ブラ高尾山や、 舞浜、東京米エリア号も日立駅発着の快速列車のため常磐線の主だった臨時列車は日立駅発着の快速列車に統一されることになった。しかし2018年6月を最後に運転されておらず2018年秋、2019年春の臨時列車でも設定されず事実上の運転休止状態となっている。当列車の運行路線のうち 東京駅鎌倉駅間を東海道線川崎駅経由での運行は東海道線と横須賀線が分離された1980年以来となる。また東海道本線東京駅大船駅間の急行列車は2008年3月に廃止された新大急行、銀河中高列車では1996年3月に急行から特急に格上げされた東海東海以来となっていた。 引き続き、勝田車両センター所属の651系が使用された。当初は、ぶらり、鎌倉号と同様に、引き続き車内販売を実施していたが、2016年以降は、車内販売を行わなくなっている。ホリデー快速鎌倉で使用されていた115系1990年の登場から2013年夏きまで、ほぼ115系で運行されていた。 一時期使用された165.169系165.169 16系が投入された経歴もある。ありがとうございます。